19世紀半ば以降、50隻以上の船、20機以上の飛行機がここで消えました。大西洋上の正式に認められた地域ではないため、この場所は普通の紙の地図には載っていません。アメリカの東海岸の南にある三角形の小さな海域です。20世紀にここは伝説になりました。秘密基地があると信じる人も、タイムトンネルの入り口で激しい嵐の時に船がはまってしまい、過去や未来に行くのだという人もいるし、アトランティスの街がバミューダトライアングルの海底にあるという説さえあります。アトランティスのテクノロジーでエネルギーを爆発させ船を破壊するというのです。飛行機もここで姿を消すことがあります。それで海でおかしなことが起こった時は、バミューダトライアングルが関係していると考えられるまでになりました。本や映画でバミューダトライアングルの恐ろしさはもっと知られるようになりました。映画監督や作家、ジャーナリストが好むテーマなのです。ですが、そういった作品では本当の答えが語られることはありません。バミューダトライアングルの真実は自分でよく観察すれば知ることができます。でもまず一番信憑性のない説に注目してみましょう。宇宙物体、アトランティス、タイムトラベル、こういった伝説は20世紀半ばに始まりました。これより前にはバミューダトライアングルの神秘的な現象に関する記録は残っていません。ただたくさんの船がここで沈んだと認識されていただけです。でもその後、ある作家がトライアングルの下にアトランティスが隠れているという話を書いたのです。この作家は全く証拠を示しませんでしたが、この仮説をさも真実かのように表現し、人気の本となりました。人は秘密が好きなのです。誰も知らないことを知ると自分が特別なように感じます。そしてもちろんこの秘密を信じるようになります。バミューダトライアングルの本に人気が出た理由の一つはこれです。この作家は大金を手にし、他の人々が同じことをしたいと考えるきっかけとなりました。そしてそれ以降、タイムトラベルや秘密の基地についての興味深い説が唱えられるようになったのです。ドキュメンタリーも制作されました。バミューダトライアングルの神秘をテーマにした、そういった作品は全て事実でなく、他の本に書いてある説を元にしていました。こんな混乱状態になると、もう真実を知るのは不可能です。たとえ嘘であっても、秘密について知りたいと考えた人々もいるんですから。でも本当に望むなら真実を知ることは可能です。伝説についての真実がわかる情報源を探すのです。でもおそらく非科学的な本や映画しか見つからないでしょう。バミューダトライアングルについてもっと現実的な情報もあるのですが、それも同じぐらい興味深いですよ。船が姿を消すのはメタンのせいだという説があります。この地域の海底の下にはメタンガスが沈殿しています。そして時々そこから放出され、海面に上がってきます。メタンは海水に触れるとすぐに巨大な気泡となり、そしてこの気泡で海が泡立ち、大きな波が起こって船が転覆します。この説はなかなか現実的で、このような自然現象は存在するのですが、バミューダトライアングルではそうではありません。多くの研究がされましたが、そのどれもこの場所で高濃度のメタンガスが存在するということは確認できていません。最後にメタンガスが爆発したのは約1万5000年前のことです。他にも現実的な説として巨大波があります。巨大波は嵐や強風がなくても起こります。落ち着いた海面が3秒で5階建てのビルの高さの波に変わることがあるのです。船は沈み、姿を消してしまいます。そして海はまた波なんて起こらなかったかのように静かになります。海面の水の流れに強い逆風が吹くと、この現象が起きるという専門家もいます。ですが、記録されたケースでは風は吹いていませんでした。波ができるのは暖流と寒流がぶつかるためだという説もあります。最も面白い説は、動的な搾取が波を起こすというものです。特定の自然状況では波が動的エネルギーを交換することがあります。そして種々の波の種類の中でも、この吸血鬼の波が一番大きいのです。この波は他のもののエネルギーを全て吸収します。動力が蓄積すると吸血鬼の波が跳ね散ります。強い衝撃力が起こり、それが急に消えるのはこれが原因です。これら全ての説が筋が通っているように思えますが、それでもこの現象は未だに正しく解明されていません。
確かに巨大波で船は沈みますが、それはバミューダトライアングルに限ったことではありません。世界中の海でほとんどこの波は起きません。次の説に進みましょう。バミューダトライアングルを船で通ってナビゲーション装置が不安定になったという人々がいます。コンパスや電子機器が故障し、信号や無線通信がつながらなくなったというのです。その理由を解明するには、トライアングルを宇宙から見る必要があります。特殊なセンサーや装置を使うと、バミューダトライアングルの上空では地球の磁場が弱いことがわかります。磁場は太陽の放射から私たちを守っています。国際宇宙ステーションの宇宙飛行士は、トライアングルは太陽から放射される粒子を地球の他の場所よりも多く受けると言っています。それでこの地域では電子機器が不安定になるのです。ですが、こういった障害は地球の大気圏を飛んでいる他の宇宙物体によって起こっていません。磁場が弱い場所は世界中にありますが、それでナビゲーション機器が故障することはほぼないのです。ですから、船や飛行機はそういった環境の下でも安定して機能するということになります。でも、ここの種類のコンパスが全て機能しなくなるわけではありません。磁気の異常がナビゲーションシステムに影響を与えているのでしょうか。この説は正しくないことがすぐに証明できます。この地域の磁気の地図は定期的にチェックされていますが、基準から逸脱していることはないからです。コンパスの機能が不安定になる理由は異常ではありません。バミューダトライアングルは地球上でも珍しい真北と磁極が一致する場所の一つですからね。真北は地図上の北極で、磁極は常に北にまっすぐ向かって地球上を動いています。これら2つの極が時々ぶつかり、無辺角線という現象を起こします。この線の下にいるとコンパスがおかしな動きをして真北を指さなくなります。それで20世紀初頭に多くの船が消えたのです。その頃は普通のコンパスが使用されていて、現代のナビゲーションシステムのテクノロジーはありませんでした。ですので、コンパスが機能しないと破壊的なことになりました。あなたが例えば1901年に船のキャプテンだったとしましょう。コンパスを頼りに航海しています。いつでも北に進むと陸に到達できます。そしてバミューダトライアングルに入ります。コンパスを見ると矢印の位置が少し変わっていました。ですから方向を変えないといけません。その方向は間違っていますが、まだそのことに気づいていません。あなたは間違った方向に進み、カリブ地域に向かうことになります。この地域には小さな島がたくさんあります。そして海底があまり深くないため、あなたの船は浅瀬に乗ってしまいます。そして動けなくなり、自分のいる場所もわかりません。そうやってこの地域で船が姿を消したのです。ですが、 GPS があれば航路がわからなくなることはなく、無事陸に着くことができたでしょう。ところで、21世紀の現在は問題なくこの場所でコンパスが使えます。バミューダトライアングルで磁北極が真北と出会わないからです。現在は無辺角線が別の場所にあるのです。それでも何らかの理由によって船が迷子になっています。そしてバミューダトライアングルの問題に対するとても意外な理由付けがされるようになりました。確かに船が時々ここで消えています。そしてその理由は水、海、自然、何とでも呼ぶことができます。不幸なことですが、船は世界中で沈みます。一つの三角地帯を恐れることはないのです。大西洋には船が消える場所が複数あります。そしてバミューダトライアングルはそのうちのトップ10にも入っていません。でも、なぜそのことが知られていないのでしょうか。それはこの特定の場所についての作り話が書かれたからです。大西洋で最もよく船が通るルートはバミューダトライアングルを通っています。統計的に最も多く船が沈没している場所はどこだと思いますか。多くの船がある場所です。それがこの地域なんです。バミューダトライアングルに関して唯一言えることは、嵐が多いということです。それでも悪天候で海が荒れても必ず船が沈むというわけではありません。それに、トライアングルのある場所ではよくハリケーンが起こります。バミューダ地域は高気圧です。高気圧のせいで嵐の雲がトライアングルの方にそれます。強風と高波で船が沈没し、雷が飛行機にダメージを与えますが、それは珍しいことではありません。ですので、バミューダトライアングルが全ての問題の原因ではないのです。旅行者がよく訪れる絵のように美しい場所なんですよ。